皆さんこんにちは、いじくんです。さあ今日ですね、僕のコスプレ黒歴史鏡根蓮くん編をご紹介したいと思います。イエーイ。ということで、僕身長187センチあるんですけども、その身長で蓮くんのコスプレをするっていう時代、頭いかれちゃってますね。ということで早速ご紹介していきたいと思います。今回やったコスプレの衣装なんですけども、あー素晴らしきニャン星というね、とっても可愛らしい蓮くんがね、猫ちゃんになる衣装なんですけども、どれだけ今回のコスプレがひどいか原作と比較していきたいと思います。はい、まずこちら小説版の表紙、とっても可愛い猫ちゃん蓮くんですね。はい、僕の画像こちらでございます。ひどいね、汚いね、黒いんだよね、なんか。でね、これバイオハザードとね比べたんだけど、なんかバイオハザードの方がしっくりきてんの、マジで。やめてもらっていいですか、地雷なんですけど。ということで早速ね、いろいろ画像をご紹介していきたいと思います。はい、まず1枚目こちらでございます。強いね、もうめちゃくちゃ強い、もう正面からナチュラルに攻めてきてんだよね、これ。もうなんかこの時18歳だったんですけど、18歳と思えない顔の貫禄だと、ちょっと耳ずれてんのもウケんだよな。ということで2枚目こちらでございます。楽しそうね、もうすっごく楽しそう。ルン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 じゃないんだよね、なんかこのさ、ネクタイの感じがさ、もう宴会で騒いでるおじさんにしか見えないんだよね。18歳だよこれ、18歳。ルンルンルンじゃないんだよね、ちょっと顔強強なんだよね、マジで。ということで3枚目いきたいと思います。はい、もう飛んでるんですけど、これあのね、あの猫みたいににゃんにゃんってジャンプしてるシーンを撮ろうと思ったんですけど、もうなんかさ、騒いでる50代のパパにしか見えないんだよね。はい、これ拡大画像なんですけども、なんかもう顔がおじさんだ、これ18やぞ、わし18やぞこの顔。ということで4枚目こちらでございます。これひどいね、これ組体操してる写真じゃないんですよ。あのにゃんにゃんってこう横から猫っぽいなんか可愛い画像を撮ろうかなと思ってやったら、完全組体操してるさ、50代のパパのおじさんなんでね、これもすごいね、これ横なのにキモいっていう、もうすごいクオリティ高いですね。ということで、はい、次こちらでございます。これね、あのガラス越しでトントントンって呼んでるような写真撮ろうと思ったんです。見てください。はい、バイオハザードのあの外から襲ってくるゾンビと解釈一致すぎましたね。本当になんかゾンビじゃなくて猫ちゃんなんですけど、なんでこうなるの。ということで次の画像こちらでございます。はい、もう来ましたよこれ。なんかちょっとあのなんか休憩中の写真撮られたんですけど、すごくないこれ。18歳でさ、この顔のたるみと疲れ、そしてヒゲ、もうすごいよね、もう唯一無二の迫力、もうすごい。はい、7枚目こちらでございます。なんかこれさ、なんかさ、今までの画像に見たらさ、あのまともに見えるじゃん。なんかね、友達にこの画像見せたら、なんかなんか目の視点合ってないけど、なんか違法な薬物をやってるって言われたんですけどピエンピエンなんですけども、ピエンピエン。ということで次の画像こちらでございます。いやこれね、なんかね、あのこっちに来てっていうね、動画のシーンがあるんですけど、こっちに来てっていうね、写真撮ったんですけど、完全さ、闇落ちしたさ、鏡でレンオルタなんだよね。もう闇落ちしてさ、あなたも落としてあげるみたいなようにしか見えないね。怖えんだよな、これマジで。ということで、9枚目こちらでございまーす。これなんかさ、レン君と思えないこのガタイ？この足のムチムチ感半端じゃないんだけど、これ。レンキュンだよ。スラッとしたレンキュンなのに、このふくらはぎのムチムチ感強いんだよね、おじさん。ちょっと。ということで10枚目こちらでございます。はい、これね、とあるポーズ撮ってるんですけどね、なんかまずいろいろなパーツが長いんですけど、この時ね、僕コードギアスにハマってて、コードギアスね、スザックが乗ってるランスロットのポーズ真似しましたね。はい、黒歴史、コスプレあるあるですよ。なんかこういうことしちゃうから、本当にもう黒黒、顔も黒いし、歴史も黒いっていう、本当素晴らしいんですけど、ということで、はい、今回ね、僕の鏡でレン君、黒歴史でございました。いかがだったでしょうか。僕よくね、動画のね、素材でレン君使ってるんですけど、皆さんもね、新規の画像、たくさん見れたと思うので、皆さん、失敗はね、こうやってね、将来笑えるのでね、どんどん若い子チャレンジしていきましょう。はい、何の話ですかって感じなんですけども。ということで今日はね、僕の鏡でレン君、黒歴史でございました。本当元気出るやろ？これ見とるとな。みんなもどんどんチャレンジしてき。おじさんもな、頑張っとるやぞ。ということで、にゃんにゃんにゃん、かわいいレン君でしたね。皆さんもぜひ、にゃん星エイジレン君、飼ってみてください。またねー。